やっぱり何を表現するかというのは、私はやっぱり自分自身が美しいと感じたもの、感動したものをやっぱり画面に表したい。で、そのためには、対象と自己とのこう、精神的な関わり合いの中で、自然とのこう、融和を目指していきたいなと思ってんです。以前に自然との融和というテーマで個展をやったことあるんですけど、私はあんまりこう、激しい性格を言うことでもないと思いますし、どちらかというと、自然と対峙するというよりは、自然とこう、融和をするというのか、自然の中に溶け込んでいって、その中に自分の美しいものを感じたものを表現していきたいというのが私の願いですのでね。で、そんな感じでやっていきたいなと思ってるんです。どんなきっかけで絵の世界に入ったかと言われましたらね、これ、私は本当にこれ、いつもこう、それを聞かれた時にその時のことを思い出すんですけどね。私はまあ、もともとこう、サラリーマンをやってまして、ある時その会社に回ってきたこう、日程の券を持って、あの頃、私は大阪に乗りますもんですから、天王寺の美術館に見に行ったわけです。そしたらそこで、今現在の私の師匠である佐藤大成先生の、潮剤という映画が出てたわけなんですよね。その映画を見たときにね、私ものすごく感動しましてね、ああ、すごいと思ったんですけど、今になって見てみると、その映画にどこに感動したかと思うほど、皆さんが仮に佐藤大成先生の映画を見られて、ご覧になられて、その潮剤という映画を見られたら、こんなこう色がほとんどないような地味な感じの絵だな。その作品は素晴らしいと私は思うんですけど、パッと見た絵にね、こう人目をバッと引きつけるような絵ではないとは思うんですけど、佐藤先生の絵の中ではそうだと思うんですけどね。私にとってはものすごくこう感動した絵でしてね、それを見るなりは、ああ、私もこう絵を描いてやっていきたいなと思いましてね。で、それからもう、すぐに佐藤先生の方へ、伺ってもう何とか弟子にしてもらいたいということで行ったんですよ。佐藤先生がまあ、なんか初め躊躇してやったみたいですけどね、まあやってみるかということで、でこう入門を許してくださいましてね、それが私の絵を描くきっかけなんです。だからまあ自分のこれが運命を決定づけるような作品といえばその潮剤といいます。すぐにね浮かんでくる、そういうことだと思いますんですけどね。私はやっぱり絵を描きますときにはね、自分の気持ちを一番大切に心を込めて描いていきたいと思っているんです。だからまず絵を描くときに一番に決定していくことは、その絵で何を表現しようとするのかということをしっかりと自問自答して、やはり絵のことですから、それにこう視覚に訴えるための
構成あるいは構図というんですかね、それからそれを一番こう素直に皆さんにこう感じていただけるための色を選択する、その頃ことがやっぱし私一番大事なことじゃないかと思いまして、まず何よりも最初にそれを一番に決定するということだと思います。で、もっとも注意しなければいつも思ってますことはね、心がけなきゃなと思ってますけど、私はあんまり自分の性格からして極端な表現を取らないようにしているもんですから、なんか極端にこうどういうんでしょうかね、こう気を照らったとかそういうような表現のものはできるだけ避けて、避けてって変な言い方ですけど、自分の作品の中にはむしろこう自然な感じでずっと溶け込んでいけるような作品を描いていきたいなと思ってるんです。まあなんかの、まあ、こだわりを持つという、何かにこだわりを持っていくということは、これはまあ、いいことかもわからないんですけど、反対に私はできるだけこだわりを持たないで、自分が素直に感じたことを素直に表現していきたいなと思っていますのでね、これから先もできるだけこだわりを持たないで、風景や花鳥を自分の作品のテーマにして、絵を描いていきたいと思っております。
私最近ね、最近特に猫好きになってきましてね、いや実は私の方の家の前にこう公園がありましてね、この頃どういうんですかね、捨てられたようなこう猫がね、よくよく私の方へ紛れ込んでくるんです。だからそんなん見てるとね、まあかわいそうさもありますけど、結構猫のね表情とかにも面白いもんですからね、私はそのまず猫そういうのはできるだけね面倒見てやろうと思ってるんです。私のこれ想像なんですけどね、猫のこう行動のすごい自由さとか、あるいは猫のこうストレートさとかいうのはね、私にとってはこう絵を描いていくときにね、こういう気持ちっていうのは随分大事なんじゃないかなとこの頃思いましてね、それでね猫とにかくでも私のとこ行く来て買ってもらうの条件はいつも、まあ猫さんは猫ちゃんはねOK と言ってるかどうか知りませんけどね、まずそのモデルになることを第一条件に、モデルになるんなら買ってやるよということで、だから今3匹いるんですけどね、結構皆さんモデルになってくれますので、皆さんというと人間みたいですけど、みんなねモデルになってくれますのでね、案外は買ってみると可愛いもんですよね。まあ何でもこうペットの猫としてもね、だからやっぱりこう運なんかいうのも大事なことなんじゃないかと思うんです。たまたま私がね見てて、その前の公園から私のところに来て、私は家内がおった時に見てれば餌が当たりますけどね、外出してて見てなければ餌がもらえない捨て猫で、それで命をねなくすような猫もあると思いますのでね、やっぱり運も大事かな。でもその運も大事ですけど、やっぱり運だけじゃなしに努力も大事かなぜ、いろんなことを考えながらこの頃猫見てるんですよ。これから先その絵に関わっていくということについてのことなんですけどね、私は先ほども申しましたように、こう自然という和というものを自分の目標に掲げて、その中に自分とのその精神的な面の深さをそこにも求めていって、一層こう真剣に絵を描いていきたいなと思っているんです。